ハリソン・フォード。大工仕事を通じて知り合ったジョージ・ルーカス監督の映画、アメリカン・グラフィティに出演して人気を博す。スター・ウォーズ新たなる希望のオーディションで見事合格。メインキャストの一人であるハン・ソロ役で活躍。その後もインディ・ジョーンズ、パトリオット・ゲーム、逃亡者でヒット作を連発。2015年操縦した飛行機の不時着で重傷を負うが生還した。1942年7月13日生まれ。アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ出身。俳優の父クリストファーとラジオ女優の母ドロシーとの間に生まれる。シャイで優しい性格のため、小学校、中学校、高校と日常的にいじめにあっていたが、いじめられるがまま決してやり返すことはせず、じっと耐える日々を送っていた。大学時代はスポーツも勉強もできなかったことから、1年生の時にはうつを患い、日中寝て過ごすという暗い毎日を送っていたため、授業に出ることができず、ほとんどの単位を落としてしまった。大学での成績を上げるために、演技についての教材を読んだり、学ぶだけでいいドラマコースを選択するも、いざ授業を受けてみると、実際は演じることがメインの授業であった。当初は少年時代にいじめられたトラウマから、人前に立つことに恐怖心を抱いていたが、舞台に立つうちに、ああ、人前で演じるっていうのは、鬱の自分というのを見せなくていいんだ、と考えることで、次第にその恐怖心を克服し、ついには演じることこそ天職であると思うまでになった。大学を中退すると、地元の劇団サマーストックで俳優活動をスタート。その後、本格的に俳優として活動するためにロサンゼルスに移住し、演劇学校に入学。そして1964年、当時22歳、コロンビア映画の若手タレント番組の面接で監督に気に入られ、そのまま7年間の契約を交わすことになる。同年1964年に最初の妻であるメアリー・マーカットと結婚し、2人の子供を設ける。1966年には現金作戦で映画デビューするも、その後は作品に恵まれず、映画やテレビドラマで脇役に甘んじる日々が続き、ほどなくしてコロンビア映画を解雇されてしまう。その後、ユニバーサルピクチャーズと契約し、1968年にはテキサスの7人などに出演するが、相変わらずパッとせず、生活は困窮していた。妻子を養えるだけの収入が得られなくなっていたフォードは、独学で技術を学び、大工に転職。まだ無名だった当時、女優のサリー・ケラーマンの依頼でサンデッキを作ったり、ミュージシャンのセルジオ・メンデスのために録音スタジオを建てるなど、大工として生計を立てられるほどの職人となっていた。一方で、俳優を諦めていなかった彼は、大工仕事の合間には脇役を演じ、俳優として活躍するチャンスを模索し続けた。なかなかヒット作に恵まれない中、大工仕事を通じて知り合った映画プロデューサーのフレッド・ルースの紹介で、ジョージ・ルーカス監督の映画、アメリカン・グラフィティに出演する。この出会いが自身の人生を大きく変える契機となった。1977年、ジョージ・ルーカス監督の信頼を得たハリソン・フォードは、スター・ウォーズ新たなる希望のオーディションで見事合格。メインキャストの一人であるハン・ソロ役として抜群の存在感を見せ、主人公だったルーク・スカイウォーカー以上の人気を獲得する。続編となる1980年のスター・ウォーズ帝国の逆襲、1983年のスター・ウォーズジェダイの帰還とともに、シリーズ化されたスター・ウォーズ旧3部作は爆発的にヒットし、一躍トップスターの座に駆け上がった。その間にも1978年のナバロンの嵐、1979年の地獄の黙示録、同1979年のハノーバーストリート、哀愁の街角など、次々と話題作に出演。1981年には、ジョージ・ルーカスとスティーブン・スピルバーグの両監督がタッグを組んだ冒険活劇、インディ・ジョーンズ・レイダース、失われたアークで、主人公の考古学者、
インディ・ジョーンズ役に起用されると大ヒットを記録。その後、1984年のインディ・ジョーンズ魔球の伝説、1989年のインディ・ジョーンズ最後の聖戦と、スター・ウォーズ同様にシリーズ化され、インディ役でもスターとして不動の地位を確立した。1979年には最初の妻であるメアリー・マーカレットと離婚しており、1983年に脚本家であるメリッサ・マシスンと再婚、息子と娘を設けている。アメリカ映画界の二大ヒーロー役を手にしてからも、フォードの活躍はアクションスターにとどまることがなかった。1985年には、刑事ジョン・ブック、目撃者で正義感あふれるタフな刑事役を主演。犯罪を目撃したボスと心を通わせる人間味豊かな演技が評判を呼び、その年のアカデミー主演男優賞にノミネートされた。その後はロマン・ポランスキー、アラン・ジェイ・パクラ、マイク・ニコルズなどアメリカ映画界を代表する監督の作品に相次いで出演。1988年のワーキングガールではヒロインと恋仲になる重役を軽妙なタッチで演じ、1991年の心の旅では記憶喪失となりながらも温かい人間性を取り戻していくラツワン弁護士を演じるなど、ロマンチックコメディからサスペンスまで幅広いジャンルの映画に出演し、俳優としての幅を広げた。50代に突入しても俳優としての勢いを止めることなく、1992年に公開された映画パトリオットゲームでは若々しく凛々しい姿で主演のジャック・ライアン役を演じ大ヒットを記録する。その成功を受けて制作された続編、今そこにある危機にも同役で主演し3度目の当たり役となった。1993年には往年のテレビドラマをリメイクした映画逃亡者で主人公リチャード・キンブルを演じて興行的に大きな成功を収め、ゴールデングローブ賞にノミネートされるなど、ハリウッドのマネーメイキングスターとしての地位を確固たるものとした。俳優、大工にとどまらず、飛行機、グライダーなどの航空機とヘリコプターの操縦ライセンスを有するなど、一流のパイロットとしての顔も持つ彼は、58歳の誕生日となる2000年7月13日、アイダホのテーブルマウンテンで脱水症状と高山病を併発したハイカーをヘリで救助している。2008年、19年ぶりにシリーズ4作目となるインディ・ジョーンズ・クリスタル・スカルの王国が制作されると、66歳という高齢にもかかわらず主人公の考古学者インディ・ジョーンズ役で出演。2015年3月には小型飛行機もろともロサンゼルス近郊のゴルフ場に緊急着陸し重傷を負うが生還。順調に回復し、それから3ヶ月と経たないうちにヘリを操縦するなど、映画に負けず劣らずの不死身ぶりを証明してみせた。同業のベテランであるロバート・デ・ニーロ、ダスティン・ホフマン、ジャック・ニコルソンらが監督に挑戦する中、自身は監督業には一切興味を示さなかった。彼はあくまでも俳優業に専念し、ジョージ・ルーカス、スティーブン・スピルバーグ、リドリー・スコットといった天才監督たちに対しても、演技の土台となる脚本には徹底して口出しをしたり、出演依頼された作品の内容が自分の価値観に合わなければどんな話題作でも迷わず蹴るなど、俳優としての徹底した姿勢を貫いている。1982年と2017年に出演したブレードランナーに関するインタビューで、両作品はあなたのキャリアにとってどのような位置づけとなったかという記者の問いに対して、僕はそういうことを考えないというか関心がないんだ、なぜならお客さんのために映画を作っているから、自分のキャリアにとってその作品がどういう存在になるのかなんてことは考えないよと答えている。80歳となった現在も精力的に俳優業を続けるフォードはもはや生ける伝説とも言えるほどであり、2023年6月公開予定のインディ・ジョーンズ5でもインディ・ジョーンズを演じることが決定するなど、今後も活躍が期待される。ありがとう、ハリソン・フォードさん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけたら大変喜びます。